皆さんこんばんは、田中一平です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は2023年の3月2日、今23時37分になったところですね。あと、30分もせずに3月3日、次の日になりそうですね。はい。いやー、早いですね。もう気がついたら。2月も終わって、3月もね、2日が終わって、明日、ひな祭りってことなんでしょうけども。前回の放送が2月の11日だったかな。2週間、ちょうど3週間ぐらい前ですかね。はい。それ以来の田中一平のラジオ深夜便の放送と、いうことになります。はい。ちょっとだいぶご無沙汰してしまったんで、この間、何やってたんだよ、みたいな話を、ちょっと、まず最初はさせていただきたいと思います。俺の、いつもだったら先週なんですけど、3週間ぐらいっていうことですかね。そうですね。基本的には、前回が2月、そうですね。10日、11日ぐらいっていうことで、そこから、やっぱり2週間ぐらいは、基本、そうですね。国公立大学。今年は一橋と京大がすごい多かったんですけども。それの添削指導ですね。それ以外にも、そうじゃない大学も、東大なんかも含めて、いたんで、それを、添削指導ですね。最後の追い込みみたいな感じでこうやって。で、あとは、そうですね。結構人と会ってましたね。はい。この時期だと、僕は比較的時間にゆとりがあるんで。い。大学時代のゼミの同期とかも、5年ぶりぐらいですかね。久しぶりにご飯食べて。早稲田の理工の試験の日だったんですけども、大学が早稲田なんで、高田馬場で食べようぜ、みたいな感じになって。高田馬場で、食べて、インスタにもあげたんですけどね。ステーキハウスで1時間やって。で、結構いい感じで、10時手前ぐらいまでやったんで、もう帰るのかなと思ったら、2時間行くよねみたいな感じで言われて、え？と思いながら、次の日ね、次の日は金曜日なんで、確か2限から授業があったと思うんですけど、一平行くよねみたいなこと言われて、え？とか思いながら、行きまして、ちょうどね、20年前ぐらいに学生やってたわけですけど、その学生時代に、やってた店が残ってたんですよ。高田馬場にある、丸八っていう、これはもう結構有名なお店で、学生だったらね、早大生だったらもう多分みんな知ってるお店だと思うんですけど、で、そこがやってるみたいな感じで行って、で、また、いい感じで飲みましてね。僕基本的に飲んで何かやらかすっていうのは、例えば次の日の仕事すっぽかすとかですね。僕そういうことは一回もしたこと実はないんですね。それは何でかよくわかんないですけど。ただですね、その日は正直言うと、渋谷まで一緒に帰った、同期がいて、で、渋谷で、じゃあね、またね、とかって言って、また今度やろうね、とかって言って別れたんですけど、その後正直言うと、帰った記憶が、あんまりないんですけど、次の日朝、4時半に起きて、職場行って、仕事は普通にやりましたけど、起きたら、あれ？ちゃんと寝てるな、みたいな。ただポッケの中によくわかんない小銭と、タクシーの、領収書が入ってて、あれ、なんでタクシー乗ったんだみたいな。で、どうも調べてみたら、多分僕が乗った時間帯に、その渋谷で多分別れた後なんでしょうけどね、山手線が人身事故で止まったらしくて、で、多分その場でパッと、あれなんでしょうね、タクシー乗って帰ったんだと思うんですけど、いや、もう全然覚えてないんですよ。で、別に何かなくしたわけでもないし、なんですか、多分その日は実家に帰ったんですけど、大体酔っ払うと帰巣本能が実家の方にあるみたいで、実家に帰ったんですけど、私今住んでるところと実家がそんなに離れてないんで、で、鍵は当然持ってますから、入ればいいっていう感じなんですけど、実家で寝てて、
で、まあ、朝、4時半に起きたら、まあ、親に、あ、お前、昨日どうしたの？みたいな、なんか急に夜遅くに帰ってきたよ、みたいなこと言われて、え、何時ぐらいって言ったら、まあ、1時ぐらいだったかな、みたいなこと言われて、ああ、みたいな。まあ、確かになんかそんな時間だったかな、みたいな。はい。で、なんかその後、ちょっとなんか支払いとかが心配になって、同期の人に電話したんですよ。なんか、この前って俺、払った？って聞いたら、同期も、いや、俺もよく覚えてないんだよな、みたいなこと言ってて、おい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 、みたいな。俺ら大丈夫か？みたいな。もう40だぞ、みたいな感じだったんですけどね。まあ、そんなのもありましたし。まあ、あとあれですね。なんか、まあ、僕はあんま社交性があるようなタイプではないんで、まあ、なんか、こう、そんなに人間付き合いは広くないタイプなんですけど、まあ、それでもなんかこう、教え子の中に、まあ、なんていうんですかね、こう、先生ご飯行きましょうよ、みたいな、すごく誘ってくる子みたいなのが何人かいるんですけど、まあ、それの子たちですね、まあ、二組ぐらいとなんか、まあ、ご飯連れて行ったりで、まあ、二人とも、二組とも大学生だったんですけどね。まあ、それは行って、そうですね。まあ、ご馳走しましたとか。あとは、2月の22日の水曜日かな。はい。夢ラジオさんの本拠地である横浜に乗り込んで、まあ、歴史ロケをやらせていただきました。はい。すごいなんか、好評いただいて、まあ、本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、スモールトークの方はまだ、登録人数がそんなに多くないので、まあ、視聴回数もっていう感じなんですけども。だけど、解説して、まだ2ヶ月も経たないぐらいで、今、250名ぐらいまで、来てるんで。まあ、日本史講座の方の伸びと比べれば、もう明らかに、もうすごい、伸ばしていただいてるんで、まあ、すごいありがたいな、というところで。3月もですね、ちょっと夢ラジオさんにお願いして、ロケをやろうと思っています。もう場所も決まっていますんで、はい。まあ、ちょっとそれは、まあ、動画を見ての楽しみということで、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。まあ、っていうところですね。で、あとはですね、まあ、動画を見てる生徒さんとかから、まあ、いろんななんかコメントを、まあ、いただいたりするんですね。まあ、学校には引き続き仕事で行ってますんで、まあ、そうするとなんか、こう、なんか、先生、みたいな。動画見てるよとかって言ってくれるんですけど、多分もうお気づきの方もいると思うんですけども、動画を、のサムネイルですか。あれを、ちょっと、まあその道のプロの方に、実はお願いするっていうような、まあ、感じで、ちょっと一部サムネイルが多分なんかプロ仕様に変わってる。日本史講座の方なんですけども、はい。まあ、ちょっとやっぱそういうこともやった方がいいだろうということで、お願いしてですね。まあ、やってもらっています。はい。まあ、ちょっと今年は私、YouTube かなり力を入れてやっていこうということで、まあそこで、ある程度こう、なんて言うんでしょう。まあ、やっぱり、プロの方のこう、視点でお願いするっていうのがいいのかなっていうところで、まあちょっと、まあそういう方にちょっとお願いをして、はい。やらせてもらってます。あと今、動画をいろいろと、ちょっと、まあ、再収録ですね。授業動画を再収録してるんですけども、基本的にはですね、古代からの動画をもう一回撮り直して、います。まあ、この動画撮ったのは2年ぐらい前とかなんですけども、やっぱりその質がかなり良くない。例えば、全く編集せずにバッと持たせてたりとか、まあ、あとはその音声の問題とかがいろいろあったりもするので、まあ、そこら辺を今取り直しをしています。まあ、来年度はちょっとその授業の再収録もちょっと力を入れてやっていこうと思っていて、まあ、4月から少し、まあ、なんでしょう、仕事も、そっちの方に、まあ、重点を置くような形で、まあ、ちょっと考えています。まあ、いうことなので、はい。受験生の皆さんは、まあ、新しい動画で、まあ、勉強していただければな、というふうに思います。そうですね。で、あとは、実はラジオ深夜便が、間が空いた理由がもう一つありまして、
そのサムネイルを、まあ、プロの方にお願いするっていうのに絡んでなんですけど、ちょっとやっぱその動画編集とかの、まあ、技術をもう自分もやっぱ学んだ方がいいなと、まあ、いうふうに、まあ、思いまして。で、まあ、こういうのは思い立った時にやっぱりバッとやるっていうのが一番いいのかなっていうふうに思ってですね。実は今、動画編集のスクールに私通っております。まあ、通っておりますと言っても、まあ、オンラインで受けられるものなんですけども。はい。で、それからですね、まあ、そこに、まあ、通う、まあ、ちょっといくつか見て、で、まあ、なんか、相談もさせてもらって、で、なんか、ちょっと決めた。で、もう今、実はもう、勉強を始めてるんですね。うん。まあ、新しい、その、なんていうんですかね、もう本当に日本史の話とかとは全く、こう、関係のない、なんていうんですかね、その、全く新しい分野の勉強っていうのが、まあそうですね、僕社会人を1年だけやってたことがあるんですね。で、まあその時が実はもう本当に新しい、まあ、業界、まあ、それはそうなんですけどね、学生時代の勉強と全然関係のない業種に就職したんで、で、まあその後、こう、ちょっと転職して今フリーランスで日本史を教えてるんですけど、まあそれはね、自分がまあ好きでやってるっていうところもあるし、まあなんだろう、日本史の本を読むのは別にその昔からやってたぞっていうところで、まあそんなに違和感なかったんですけど、まあ今回のその動画編集っていうのはまあ僕にとってはもう当然全く、なんだろう、新しい分野なんで、まあそうですね、もう20年ぶりぐらいなんですかね、その一からなんか学ぼうっていうので、まあ、なんかいろいろ戸惑いながらも、楽しく、まあ、やらせていただいております。はい。やらせていただいておりますっていうと、おかしな話なので、まあ、自分でお金払って。で、まあ、やっぱりこういう時は、まあ、これはもう過去の経験なんですけど、まあ、今、自分がこう、曲がりなりにも日本酒でご飯食べれてるのは、その、まあ、修行時代みたいなのが、まあ、あったんですけど、その、まあ、要は、修行時代の時に、やっぱりその、何ですかね。お金を出すことを厭わなかった。例えば、まあ、本を買うってことには、もう基本的に制約をかけずに、まあ、とりあえず、もう買って読んでいこうみたいな感じで、まあ、やっぱりお金を出してましたし、であとは、まあ、その、研修ですね。まあ、私は高校教員からスタートしたので、その、高校教員向けの、まあ、予備校の先生のセミナーですね。まあ、何度かもう、このチャンネルでは名前出させてもらってますけど、塚原哲也先生とか、鈴木和弘先生とかのセミナー。まあ、これもやっぱり一回受けると、まあ、それなりにいい額がするんですけど、まあ、これもやっぱり、なんて言うんでしょう。日程が合わなくて受けられないは、あったんですよ。例えば、夏期講習とかぶってどうしても受けられないとかっていうのはありましたけど、基本、もう受けられるときは絶対に受けよう。お金出して受けようっていう。で、まあ、それで、まあ、ある程度、うまくやってきたっていう、うまくやれるようになったっていうのが、まあ自分の、こう、ここのね、15年ぐらいの、こう、学びから、まああったんで。まあそうすると、やっぱりこういうタイミングで、やっぱきちんとお金使ってやった方がいいだろうっていう。だからまあそのスクールに通うっていうのも、まあもうやっぱそうなんですよね。やっぱお金を最初に払って、よしやるぞってやらないとですね、まあやらないかなっていう。で、まあ2月の25日に、まあ東大とか、まあ国立大学ですね。これの入試が終わって、まあ、答案例さえ作れば、まあ、ある程度、こう、時間にゆとりはできるってところで、まあ、やれるやろっていうところでですね。まあ、で、まあ、そのスクールに通うときにですね、まあ、やっぱり Mac を買った方がいいぞっていうふうな結論に、まあ、至ってですね。まあ、これもまた、いろいろ、まあ、ちょっと調べた結果ですね。その M2 MacBook Air を、まあ、カスタマイズしたやつを買いました。で、まあ、前々からその、なんか、まあ、鈴木和弘先生とかだったんですけど、いや、一平君、Mac やないとダメやで、みたいな。何やってんだよ、みたいなことをちょっと言われてて、まあ、ただちょっとなんか、なかなかこう、なんていうんですかね、切り替えるタイミングみたいなのをこう、見失ってるうちに、みたいな、ちょっと、感じだったんで、いや、まあなんですけど、いや、もうこれも、投資ですね。もう、先行投資ってことで、もうとりあえず買って、まあね、なんか動画編集だと結構やっぱストレージとかメモリーとかは、まあやっぱりすごい必要だっていうんでね、
なんでしたっけね、M2 の MacBook Air。で、まあ僕持ち歩くんで、ノートブックは。まあだから持ち歩き用で、24ギガですかね、メモリーが。で、ストレージが1テラだったのを積みました。だからまあ結構いい額しましたね。はい。Apple Care とかもつけたんで、多分30万ぐらいしたと思うんですけど、まあこれはもう、なんていうんでしょう。まあ先ほどから言ってますけど、先行投資ってことで。で、ちょっとその、なんだろう。Mac の使い方も、まあ本当に初めてなんで、まあいろいろ、こう、まあ、やっぱりいじらないと分かんない部分もあるし、あとはその編集ソフトですね、プレミアプロとかなんですけど、まあ、それもこう、まあ、スクール通いながらいろいろいじってみたりなんかしながら今やってるんで、まあ、そうするとこうなかなか、時間が取れなくてっていうのがちょっとありますけど、まあ、けどなんですかね、やっぱ新しいのをこう勉強するときっていいっすね。なんかこう、すごい不安だけど、なんか楽しいっていうか、まあなんかね、ベタな気持ちで言うと、こう、なんか生徒の気持ちがわかるじゃないですけど、まあ、なるほど、生徒もこんな風な感じで授業を受けるのかな、みたいなのは、やっぱりちょっと、思ったりしますよね。まあ、ちょっとそんなこんなで、この、まあ、前回の放送から3週間弱ですね。まあ、元気にはやっております。あとはもう、夢ラジオさんとの対談ですね。まあ、これはもうちょっと、ここから2月3月を力入れてやっていこうぜ、お互いにっていう感じで、まあ、夢ラジオさんのところに僕が出て、この前は日銀の歴史を、まあ、喋りました。で、まあ、今度は僕のチャンネルで、みたいな感じで、こう、行ったり来たりみたいな感じでやらせてもらっています。そうですね。実は、この前もちょっと、今村仁志と栗田武夫ですね、軍人シリーズを、取って出したって感じなんですけど、これもちょっとお知らせですね。今、軍人シリーズをやってるんですけど、ちょっと人物評伝みたいなものを、まあ、僕のチャンネルの方でアップしていこうかなというふうに思っています。で、これはもう言っていいかな。近々。近々って言っても、まあそうですね。今週中にはっていう言い方もしましょう。3月の、まあそうですね。第1週。中には、皇族の伏見宮家、これは使います。で、伏見宮家のまずその歴史をたどって、で、その上で、軍人シリーズで、伏見宮博恭王、これを扱います。で、まあ、そこら辺を扱いながら、まあ、いわゆるこの後の、まあ、天皇制の展望というかな。まあ、その、宮家の復帰みたいなことを、まあ、結構こう話題になったりしますけど、まあ、そこら辺について、まあ、僕と夢ラジオさんがコラボするとどんな感じになるのかっていうのを、まあ、僕のチャンネルなんで主に僕の視点ってことになりますけど、まあ、少し喋っていこうかなというふうに思っていますが、それ以外の、まあ、例えば、まあ、なんていうんですかね。まあ、この人を取り上げてほしいとか、もしあれば言っていただければ、まあ、すぐに全部をこうバン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 出せれるかどうかはちょっとまあ予定もありますからわかりませんけれど。で、あと一応ちょっと予定としてはですね、その伏見宮をやった後に、伏見宮をやった、伏見宮家をやった後に、まあ、平安王も当然やるんですけど、少し間空けてやります、それは。まあちょっとやっぱり、反応を見たいっていうのがあるので、で、その間に多分、陸軍軍人であの人をやります。まあ、昭和の惑星とかって呼ばれた、妖怪じゃないですよ。妖怪だと岸信介になっちゃうんで、昭和の惑星と呼ばれた陸軍軍人を、まあ、これ人物史っていう感じ。まあ、これ軍人シリーズかな。軍人シリーズっていう感じで、一応やろうと思っています。っていうところですかね。まあ、だからちょっとそれが新企画。なので、その人物評伝で、この人扱ってほしいです、みたいなのがあれば、もし、
リクエストがあればぜひお寄せください。はい。そうですね。今のところそうですね。YouTube は、のチャンネルの話としてはそれぐらいですかね。はい。で、あと、まあ、今日が3月2日、今23時57分でもう間もなく日が変わろうとしてますけども。この3月2日はですね、所属している学校の、まあ、高校の卒業式だったんで、で、まあ、今年はちょっと高校3年生を教えてましたんで、まあ、さすがに顔出さないわけにもいかないな、というところで。まあ、ただ、まあ、基本的にそういうかしこまった式とかにはもう出たくもないんですよ。基本的には。もうそれは、まあ、ちょっとこれは変な言い方なんですけど、サラリーマンを辞めるって決めて、まあ、今でも覚えてますけどね、2007年の3月の14日が確か最終出社日だったんですけど、まあ、有給欠に全部つけて3月14日最終出社にしたんですけど、その3月14の時に、まあ、就職活動で必要に迫られる以外ではもう絶対ネクタイはしないっていうのを、まあ、自分の中でなんか決めて、で、まあ、もう多分、まあ、フリーランスで生きていく。まあ、当時は、多分研究者、まあ、一応ちょっと大学院に修士で結局諦めたんですけど、研究者になるか、まあ、多分フリーランスで生きていくのかな、みたいな。まあ、学校の教員になるも含めてだったんですけど、まあ、学校の教員っていう可能性もあったんですけど、まあ、結局、うん、まあ、今、もう専任ならずに、まあ、この年まで来てるんで、まあ、おそらく、まあ、専任になることは今後ないのかなと思ってますけど、なんで、まあ、ちょっと式は顔出さずに、まあ、その、なんだろう、職員室にいて、まあ、毎年そうなんですけど。で、まあ、来てくれる人と、まあ、顔合わせればいいかな、みたいな感じで、はい。まあ、行ったんですけどね。うん。まあ、3月2日なんで、早稲田が、教育まで空いてるのかな。で、多分3日が早稲田の社学が空くんで、まあ、多分これで一応早稲田の結果は出揃う。でも、慶応は全部出てて、あとはまあ、その補欠の繰り上がりとかっていうことが高校率受けてっていうことになるんで、まあ、その、早稲田が決まって、なんか、うまくいきましたっていう人が、まあ、なんか何人かね、先生みたいな感じで、まあ、挨拶来てくれてね。はい。で、まあ、国公立受けた人はね、まあ、とりあえず手応えこんな感じでしたよ、とかっていう感じですよね。まあ、だから、めでたさもね、中ぐらいなりオラが張るってよくふざけて言ってるんですけど、ね、小渕恵三首相のあれですけどね、発言ですけど。まあ、結果がね、出てからっていうことになるんですけど。まあ、そうですね、一応3月の10日の、まあ、主要国立大学のね、東大、京大、一橋の発表の日は一応学校には待機してようと思うんで、まあなんか事務連絡みたいになっちゃってますけど、まあ、教え子の子でもし聞いてる人がいて、あ、10日行ってもいいなっていうんだったら、そうですね、まあ多分昼の3時ぐらいまではいると思うんで、まあその日ちょっと夜オンラインの授業があるんで、ずっと夜まではいられませんけど、はい、3時ぐらいまではいようかなと思ってますので、まあ、もし、まあ、てめえと会ってやるってなったら、まあ、顔見せに来ていただければな、というふうに思いますけどね。はい。うん。で、そうっすね。まあ、なんか、今日その、卒業式、まあ、遠巻きにっていう感じでいて、まあ、ちょっと感じたことなんかを喋ろうかなと思って、まあ、ラジオ深夜便やったんですけど、まあ、これは僕が必ず、まあ、卒業する人で、まあ、なんか、なんていうのかな、こう、どうしたらいいですかね、みたいな感じで喋りに来る子には必ず言ってることなんですけど、なんかやっぱね、こう、うまくいった人って、っていうのもいるわけじゃないですか、受験って。で、一方で、まあ、例えば、まあ、今日もいましたよ。例えば。まあ、なんか、いや、結構、うまくいってないですと。で、なんか、ま、明日のちょっと社学が、実は、とかね。いや、一つ、ここが受かってるかどうかが勝負なんです、とかっていうふうに、まあ、報告くれる子もいるんだけど、まあ、いるわけですよ。で、
まあ、やむを得ないのかなとか思うんですけど、まあ、これは、もう大学卒業して約20年ぐらい経ってる人間だからってことなのかな、まあ、言えることなんだけど、ちょっとやっぱ心配になる子っていますよね、見てて。まあ、例えばうまくいって、まあ、なんかいるんですよ、やっぱ。ああ、まあ、調子乗ってるかな、今、みたいな。で、まあ、いいんですけどね。まあ、もう毎年そういう子たち見るんで、まあ、調子に乗らせとけとかって思うんですけど、いや、これ何が言いたいかっていうと、これは、この前、ご飯食べに行った教え子が言ってたんですけどね。まあ、ちょっとわからないように言わなきゃいけないんですけど、まあ、何人かと食べに行ったんですけど、そのメンバーの一人が東大の子なんですよ。で、まあ、なんだろう。まあ楽しくやってますみたいな感じで、どうなんだよ、東大とかって言ったら、いや、先生やっぱ楽しいですよとかって言いながら、まあいろいろ話してくれるんだけど、その子が面白いこと言ってて、いや、先生、やっぱ、その子現役で行ったんですよ。現役で受かったんですよ。合格したんですよ。だから、なんか現役で東大行ったから、まあちょっと調子乗ってましたみたいな。いや、なんか急に言ってきたんですよ。まあ、その子はもう二十歳になってて、まあ1軒目焼肉に行った後に2軒目、まあちょっと普通に飲み行ったんですよ。で、まあアルコールも入ったってことで、多分彼が言ってきたんだと思うんだけど、気分がこう少しね、緩んできたから行ったんだと思うんだけど、なんかもう東大受かって、ちょっとやっぱ調子こいてましたと。おお、そうなのか、みたいな。まあけどそうだろう。その東大で現役受かったら、もうそれはね、まあさ、やっぱ自分の力すげえって思うんじゃないのか、とかっていうような会話してたら、いや、けど先生、やっぱ上には上がいるんですよ、みたいな言い方したんですね、その子。おお、まあいい経験してんじゃん。いや、そうなんですよ、先生。やっぱそのなんか、先生とかに、こう指導してもらって、まあなんだろうな。まあその子、ちょっと面白い言い方したんですけど、その競馬で騎手に思いっきり鞭入れられて、まあなんとか東大に入った僕らと、みたいな。なんか僕と、みたいな。いや、なんか今一緒にやってる子が、まあ、なんか地方から出てきた子なんだけど、そんなまあ予備校があるような、まあその恵まれた環境じゃないんだけど、まあ東大入ってきて、で、やっぱりそのコミュニケーションしてればわかるって言うんですよ。いや、めっちゃ優秀だと。で、カッとなりました。いや、なんか自分よりも上がいると。で、それをなんか早い段階で気づけてよかったです、みたいな。でね、僕その話を聞いたときに、あ、やっぱこの教え子、ご飯連れてってよかったなと思うんです。ご飯連れてってよかったなっていうのは、なんていうのかな。そういうことが、20とかで、まあその子20、分かってくれるようなことを、まあ、やっぱご飯食べに行くのは楽しいです。いや、なんかよく僕、まあこれは、うちの学校はまあ卒業した子たちとご飯食べに行くのはまあ一応 OK みたいな感じになってるんで、まあそうするとなんかたまに言ったりするんですよ、教室で。いや、今日実はさ、みたいな、お前らの先輩ご飯連れてくんだよ、とかって言って、なんかちょっと話をするとね、とかって言って、いいっすね、何食うんすか、とかって言って、で、焼肉食べ放題、とかって言うと、とかって言って、で、僕らも連れてってくださいよ、とかって、まあ、これは現役の子だね。が言うわけよ。で、お、そっか、とかって言って。で、まあ、なんか、もうじゃあ、お前だって頑張って勉強して第一志望でも受かったらいいよ、連れてってやるよ、とかって、まあ、軽く言うんだけど、いや、今のね、いや、上には上がいるんすよ、っていう、そういうことを、やっぱ喋ってるのが楽しいんですよね。ご飯食べるって言っても。あ、なんかまだまだ未熟でした、みたいなね。いや、なんでかっていうと、いや、僕もそうなんですよ。同年代の日本史の教員としては、まあ、なんていうんですかね。まあ、先頭を走るつもりの気概でやってるんですよ。勉強もしてるし、まあ、まあ、例えば直近の出来事で言うと、論述の答案例なんかも、
まあ、やっぱり作ってるわけですよ。まあね、なんだかんだね、こういるんですよ、結構。まあ、大手の予備校で働いてますみたいな日本史の先生に、先生って答案例とか作って解説とか作ってんですかとかって聞くと、意外とね、みたいなこと言う人いるんですよ。でね、あ、みたいな。だから、河合塾だか、駿台だか知らねえけど、学校の看板買おう、看板で授業するんじゃねえよとかって個人的には思うわけですよ。いや、別にいいんですけどね。別にいいんですよ。河合とか駿台を批判するのは僕はないですけど、いや、そこ実力じゃねえのかよとかって思うんですよ。で、それでも、まあ、やっぱ自分も、なんか今年だと、まあ、京大の問題なんですけど、2023年のね、まあ、解説を上げてるんで、まあ、見た人もいるかもしれないけど、まあ、やっぱね、よくわかんないんですよ。今年はね、一橋はもうサクッと作ったんですよ。まあ、一橋はこれはまあいけんなと思ってサクッと作ったんだけど、で、その後に、まあ、ちょっと、スクールに通ってるっていうのもあるから、なかなかその時間が取れなかったんだけど、まあ、東大の、まあ、ようやくなんていうのかな、僕の中で、あ、もう、じゃあちょっと東大ここで作ろうみたいな感じの気分になって作り始めたら、そうっすね、バーッと1時間ぐらいかな。で、作って、で、ある程度こう、まあ、意見交換とかして、あ、まあ、こんな感じかな、みたいになって、で、まあ、その後ね、まあ、今年はちょっと音声で収録してみたんで、ちょっとすごいそのアップするのに時間がかかってね、まあ、なんか3月に入ってから東大の答案例を上げるみたいな、かなりしょうもないことになってたんだけど、いや、京大っすよ。これもね、一橋作った後に、京大もじゃあ行っちゃうか、みたいな感じで、で、まあ、京大やから2時間ぐらいできるやろ、みたいな感じで作ろう始めたんですね。あれ？みたいな感じになって、だから結局上げたのが昨日の、まあ、深夜ですよ。まあ、このざまなんですよ。いや、つまりですね、上には上がいるんですよ、やっぱ。でね、なかなかこう、なんていうのかな。いや、もう大丈夫、みたいな感じになることって、まあ、個人的にはもうそれって妥協かなって思ってるんですよ。だからまあ、なんか自分は、とりあえずそうはなりたくないっていうのと、これ、多分前のラジオ深夜便で話したと思うんですけど、その大坪さんっていうね、まあ僕の中ですごいお世話になった、まあ全然別に学校の同僚の先生だったわけでもないんだけど、まあ知り合いの、そのもう亡くなった日本史の先生も、一平君40になって、もう若さで授業できなくなった時が勝負だよっていうのがあったんで、まあね、もう今年の10月で40になるんで、まあなんかちょっとやっぱそれはすごい意識してるんですけど、最近。まあ別になんか老けたとかそういうわけじゃないんですけど、なんかね、まああと半年ぐらいで読むんですけど、まあ気持ちはね、いつも生徒にふざけて言ってるんですけど、まあ15歳のつもりで授業やってますから、まあそれはただ単に僕がガキだってことなのかもしれないんだけど、なんかね、今日の、まあ、なんですか、まあ、毎年の風景なんですよ。別になんか今年の学年がどうこうとかっていうつもりはないんですけど、なんか、いや、まあ、しょうがないのかな。一年ぐらい受験勉強してきて、まあ、なんか、第一志望合格して、こう、全勝とかなると、まあ、調子に乗っちゃうのかな、みたいなところはあるんだけど、なんですか、まあ、これでも、僕のって言うと言い方良くないけど、まあ、少なくとも僕たちのって言い方にしましょうか。の、手は離れるわけですよね。何かもう多分指導することはないし、まあ、それは学力の面もそうだし、まあ一応非常勤とはいえ学校で働いてますから、まあなんか生活指導なんかも一応するわけだよね。まあ僕はもうそんなにうるさくは言わないんですけど、それでもやっぱ目に余るようだったら、ね、一応こう注意をしたりとかっていうことはまあ当然。まあそれはもう組織の一員ですからするってことになるんだけど、まあだからそのさっき例に挙げたね、東大の、まあその子は男の子なんですけど、いや、先生、上には上がいるんすよっていう存在に、まあ、大学で出会えるといいなとかって思いながら今日見てました。正直言うと。まあ、そういう子がやっぱ毎年いるんで。だから、まあ、ちょっとこれは偏見になるかもしれないですけど、その子はまあ、東大でよかったなっていうのがあるんですよ。やっぱり。やっぱそこはね、違うんですよね。まあ、あんまりこういう言い方するとあれかもしれないけど、最高学部をやっぱ目指してやってくる人間の中に、え？っていう子いるんですよ、やっぱり。すっげえな、こいつ、みたいな。まあ、僕はそういう経験を、
中学受験の時にしてるんですよね。小学校6年生の時に。なんかまあ、今でも結構、なんか、語り草になる話なんですけど、まあ、四谷大塚ってところに通ってたんです。で、まあ、その四谷大塚のお茶の水校舎っていう、まあ、校舎があって、そこに、まあ、今もまああるみたいなんだけど、まあ今はもうね、その当時の先生がいるわけじゃないから全然関係ないと思うんだけど、改正特別コースっていう、まあ通称改特っていうのがあって、まあその簡単に言うと、まあ改正を目指して頑張るクラス。で、それと応印特別コースっていうのがあって、まあこれ略して応特とかっていうんだけど、で、自分は、まあ改正目指して勉強してたんですけど、その改特には入れなかったんですよ。で、その改正特別コースっていうのは、小学校6年生の5月から始まる。5月じゃない。なんか、6月ぐらいから始まるのかな。で、なんかその6月に始まるんで、テストを5月に受けてください。この選抜試験みたいなのがあって、受からないと入れないんです。で、僕は受かんないんです。で、その6月まで。で、まあちょっと知らない人もいるから言うんですけど、その中学受験って2月から5月なんですよね。あ、ごめんなさい。2月からスタートして、で、まあ1月、まあ1月から入試ってことなんだけど、だからその年度の頭は2月なんですよ。で、僕、小学校6年生のその2月の時に、なんかよくはないですけど、組み分けでその成績が良かったのが、なんか一番上のクラスだったんですよ。で、その一番上のクラスっていうのが、要は、もうほとんどが改正と応援。で、あとはまあ、なんか一部、まあ、麻布に行きます、武蔵に行きますとか、まあもちろんあとは改正に1個は当然突っ込まれるんで、っていう、この中に僕がバッと入ったんですよ。で、当然その60人ぐらいいたんですよね。まあ当時もう人権侵害も半々し、まあ塾なんて大人数詰め込むのが当たり前みたいな。女の子20人ぐらい、男の子40人ぐらいかなっていう、その60人ぐらいのクラスに入って、で、結果から言うと、その60名のうち、御三家に行かなかったのはもう数人みたいな。で、まあ、そのうちの一人が僕なんですけど、いや、凄まじいクラスだったんですよ。で、今でも覚えてるんですけど、僕の隣にいた、改正とツッコマに行った子なんですけど、その子は、ノート取らないんですよ。算数の授業中に。黒板ずっと見てるだけなんですよ。で、なんでかっていうと、この予習してきて、算数の式とか全部頭に入ってるから、まあ別にノートなんか取る必要ないでしょっていう。で、先生とは、式一緒だ、あ、答えも一緒だ、みたいな。で、だからね、そういう子が、まあ当然その大学受験とかで、東大、まあちなみにその子は東大の B3に行ったんですけどね。で、そういう子がやっぱいると気がつくんですよ。あ、なんか自分はまだ、東大に入っただけだな、みたいな。いや、もちろんそのことはすごいことなんだよ。誤解ないけど、僕だって別に東大に入ったわけじゃないし、東大に入ったことは確かにすごいことなんだけど、まだ東大に入っただけなんだな。っていう。じゃあ、これを別に、東大だけじゃなくて、例えば、一橋に入っただけだなとか、京都大学に入っただけだなとか、慶応大学の経済学部に入っただけだなとか、早稲田大学の法学部に入っただけだなとかっていうふうに、やっぱちょっと置き換えて、まあ、考えてほしいんだよな、18歳とか19歳ならば。上には上がいるぞ、みたいなね。で、やっぱりその、まあ、僕は早稲田だったんで、よくわかるんですけど、早稲田って、やっぱり総大学院とか、その内申で上がってくる子の中に、もうやっぱ半端ない子いるんですよ。すっげえな、この子みたいな子いるんですよ。これ慶応もそうなんですよ。慶応大学も、その、まあ、法学部とか経済学部、まあ、どの学部でもいいんでしょうけど、まあ、慶応なんか内申の数がかなり多いから、その内部進学で上がってくる人たちの中に、ほう、みたいな。君すごいね、みたいな。で、内部進学で受験内容にその高い、こう、意識、ああ、すごいね、みたいな、やっぱいるんですよ。でね、まあ、願わくば、今日卒業した、まあ、これは市川高校、まあ、の教え子ですね。まあ、中学2年生の時と高校3年生の時に、まあ、関わった学年なんですけど、いや、もちろん、その、うまくいったっていう子は、そのうまくいった喜びに浸ってもらって全然構わないし、まあ、こっちもだって、そういう喜んでもらうために頑張ってるっていうところはあります。はい。まあ、第一義的にはお金をもらうためなんですけど、まあ、それだけで仕事をやってるんだったら、僕は、
サラリーマン辞めない方がたくさんもお金もらえてたので、まあ、だからその意味で言うと、まあ、もちろん受かってね、まあ、ちょっと喜んで、まあ、調子に乗るぐらい、まあ、可愛いな、みたいな感じで、まあ、見てる部分はあるんだけど、一方で、早くそういう人に出会えよ、とも思うんですよね。上には上がいるな、とか、君は何ができるんだい？みたいな。で、あとは、まあ、なんか、これも最近ちょっと聞かれたんで、ここで、まあ、答えにしようかなと思うんですけど、先生、大学行ってやりたいことなんて見つからないんですけど、どうすればいいですか？みたいな。まあ、これやっぱりよく聞かれるんですよ。例えば、まあ、これはどういうシチュエーションで聞かれるかっていうと、まあ、いくつか合格して、なんか、どこに進学しようか迷ってるとか、で、あとは、まあ、なんだろうな、第一志望が残念で、まあ、たくさん、けど第二志望以下は全部受かってて、けどその第二志望の群みたいな、わかる？第二志望の学校がいくつかあるみたいな。学部だね。で、どこにしようか悩んでるときに、まあなんだろう。まあ、ちょっと口はばかった言い方をすると、僕って経歴が普通じゃないんですよ、やっぱり。まあ、早稲田の政経出てサラリーマンやってるけど、僕一回大学また戻ってるんですよ。早稲田の教育の3年生に学士入学とかで戻って、で、その後大学院に行ってる人だから。で、あと、なんだろう。まあこれはちょっとぼやかしてみないといけないけど、弟が、ある会社で、人事の採用担当とかやってて、だから弟に結構そういう、なんか、まあなんていうんですかね、まあ別に内部情報は全然聞いてないんですけど、なんかいろいろ話聞くんですよ。企業の話とか。まあ、弟が喋って問題ない程度でってことですけど。でね、そうするとまあ多分、なんだろう。あいつなんか面白い経歴だから、ちょっとなんかいろいろそういう話聞いてみっかみたいな子っているんですよ。で、なんかそういう相談を、まあ、今回もやっぱされたんで、まあなんか言うと、個人的な感覚で言うとね、やりたいことって見つからないですよ、多分。それよりも僕が思ってるのは、できることとできないことをはっきりさせた方がいいかなって思ってますね。なんだろうな。競馬のアナウンサーになりたいって思った時期があったっていう話は多分、ラジオ深夜便で何回かしたと思うんですけど、で、早稲田のアナウンス研究会に僕入ったんですよ。大学に入ってね。まあ、早稲田のやっぱアナウンス研究会ってね、まあ、なんだろう。結構有名なアナウンサー出てますからね。まあ、例えば、フジテレビの、軽部さんとか、まあ、結構有名ですよね。まあ、あとはもう亡くなりましたけどね。逸見さんとかもそうだし。あと、僕、中高が早稲田高校なんですけど、早稲田高校に松倉悦郎さんとか、あとは、なんだっけ。名前忘れてしまった。ジャストミートの人だ。日テレの名前忘れてしまった。ごめんなさい。顔まで出てるのに名前が出てこないな。まあ、ちょっと後で思い出したら言いましょう。なんか結構アナウンサー、松倉悦郎さんっていうのは結構フジテレビでは、まあなんていうのかな、スポーツ実況では結構有名なアナウンサーで、まあ今お坊さんやられてるんですけど。そう。で、やってたんですけど、あ、勝てねえなって思ったんです。やっぱりやってて。まあちなみに勝てねえなって思ったうちの一人が、まあ今関西テレビかな？で、競馬の実況をやってる、一個上の先輩なんですよ。早稲田のアナウンス研究会の一個上の先輩なんですね。吉原貢献さんっていうアナウンサーなんですけど、で、その時に、まあ、アナウンス研究会に1年ちょっとぐらいで行くのやめたんですよ。なんでかっていうと、無理だなっていう。いや、お前が、いや、まあ、顔とか言われたらちょっとごめんなさいって感じだけど、それはね、まあ確かにそんなにいい顔はしてないからなんだけど、あれ、吉原先輩に競馬の実況で勝てねえぞ、みたいな。で、あ、熱量が違うなと思ったんですよ。吉原先輩、めっ
ちゃ競馬好きなんですよ、やっぱり。で、なんか今でもその YouTube かな？で、そのカンテレの競馬の YouTube なんか出てくるんだけど、やっぱ熱量は違うんですよね。で、自分も競馬好きだけど、あそこまで熱く競馬語れるかっていうと違うなとか、で、あとやっぱりね、頭の回転とかが全然違ったんですよ。っていうのを見たときに、と思ったんですよ。で、そこで、まあ実は新聞記者にとかって、まあもともと政治は好きだったし、とか、あと当時その早稲田の政経に、まあ亡くなった筑紫哲也さんとかが来てたっていうのもあって、まあちょっとそういう方向に、まあ舵を切ったんですね。まあちょっとそれも結局は就活であんまりうまくいかなかったんですけど、まあまあそれはまあ別にね、いいんだけど、うん。なんていうのかな、自分が何ならやれるのか、でそのやれることを増やしていくっていう風にした方がいいんですよ。やりたいことは何なのかじゃなくて、できることは何なんですかみたいな。で、今できることが3だとしたら、それを例えば5にしていく。でね、まあ僕はなんかその日本史っていうのは、もうたまたまね、小学校3年生の時に母親の陰謀ですよ。本棚の、まあこれを教え子にはよく言ってる話なんだけど、本棚の一番下のところに、なんだ、人物伝、織田信長みたいな本が入れられててね、子供用に。まあ要は、だから読めっていうのだと思うんですよ。で、まあ物の見事に読んで、で、そこに秀吉が出てくるわけじゃないですか。信長なんだから。で、秀吉ってどんな人なんだろうって言ったら横に秀吉が置いてあるんですよ。で、その秀吉の話してたらさ、小牧長久手の戦いでさ、家康に苦しめられてって、当然徳川家康って誰だろうってなるわけじゃないですか。またこれ横に徳川家康が置いてあって、まあそれで綺麗にはめられて、ねえ、なんか歴史マニアみたいな。で、まあ今それ、職業にしてるから、まあちょっと僕は特殊なのかもしれないけど、好きなものを探すなんてダメよ。見つからん。それよりは、なんか、なんていうのかな、もういろいろやってみるっていうの方がいいです。いろいろやってみて、ああ、自分これに興味がある、のかなとか、あ、これならやれそうかなとか。うん。で、もちろんそのやっていく中で、なんか大変なこととかありますよ。だから僕も、その日本史教員としてやり始めの頃は、やっぱ結構苦労しましたもん。まあ、特に僕女子校で始めたんで、まあ最初に持った高校2年生の3年生って持ち上がりましたけど、の学年の子たち、まあ多分僕のことろくな教員だと思ってないと思います。うん。それはまあ僕が未熟だったっていうのもあるんだけど、けどそこでやっぱ、まあそこで歯食いしばって僕も頑張ったっていうのはありますけど、けどね、そうやってまあ少し頑張って、なんかだん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 できることが増えてって、まあ今があるって感じなんですよ、僕からすると。だからその、なんだろうな、まあこれよくいるんだけど、なんかその、いいっすよね先生って、なんか喋りがもともと面白くてとか、なんかわけわかんないこと言われるんですけど、別に僕の喋りってそんな面白くないと思うんですけど、まあなんか授業の時にそういうこと言われたりするんですよ。で、それはね、別に僕に能力があるわけじゃないんですよ。できるようになるために努力を積んできただけなんで、まあその、なんていうんですかね。で、その時にやっぱ考えるんですよ、いろいろ。今自分はここの分野の授業はできるけど、こっちの分野の授業は本読んでねえからできねえな、とかね。だからやっぱそういうふうに何ができて何ができないかみたいなものをまず把握する。で、じゃあできないことを少しできるようにしていこうみたいなね。うん。だそういうふうに考えていくと多分自分の、まあ、なんか選択肢、これはないな、これはあるなとかっていうふうに決まってくると思うんだよね。うん。で、あとは、早稲田の政経時代にあんまり勉強しなかったから、まあ、これはその今日卒業した教え子たちへのメッセージ。まあ何人ぐらいが聞いてるのかよく知りませんけど、ちょっと言うと、今楽しいのと、先が楽しいのでは、先が楽しい方が人生が幸せになると思いますよ。いや、僕がその、まあ毎年メッセージで書くんですけど、まあ、高3担当してるとなんか卒業生にメッセージ書いてくださいって言われるから、必ず書くことなんですけど、
3月10日が、まあ、国公立の発表なんですよね。まあ、東大とか一橋ってことになると。で、まあ、そこを、まあ、自分の、まあ、なんだろう、進学する学校の合格発表日に変えてもらえばいいんだけど、3月10日が全盛期でしたみたいな人生は歩むなよっていう。いや、これはまあ、有名な東大の蓮見茂彦っていう、まあ、これはもう、とっくの昔に亡くなりましたけど、哲学者でね、東大の総長まで勤めた人が、まあ、総長として東大への、なんか入学式の挨拶かな、ご入学おめでとうございます。で、なんか、なんつったのかな、3分の1ぐらいが今日が多分人生で最も幸せな日で、とかって言って、なんか、アイロンに込めて言ったっていうので、結構話題になったっていう話がね、まあ、だいぶ前ですけど、もう30年ぐらい前かな、になあったらしいんだけど、うん。まあ、ってことなんですよ。で、その、だからその、なんだろう、大学入ってからの方が実は大事よっていうのを、それが、あ、まだ自分って東大に入っただけだぞ、みたいな。何もなしてないぞ、みたいなところに、気づく。で、まあ、そういう環境はあるんですよ。これ難関大学であればあるほど、やっぱそれは人材が集まってきます。そのよく学歴だとかって言って批判する人がいますけど、まあそんな人はね、言わせときゃいいんですよ。大体そうやってね、学歴だって批判する人はね、大体ね、東大なんか入ってないんだ。だからそれは笑えばいい。入ってもねえのになんか批判してやがるって言って笑えばいいわけですよね。で、やっぱり、その上の学校、まあ偏差値のってことなんですけど、まあ日本でいうその学歴の高い学校に行く、高学歴になるってことはどういうことかっていうと、周りに、おっと思わせてくれる人間がいる。まあってことだと僕は思うんですよ。だから、まあそういうことを、早く、まあ実際にその先輩で気づいた人もいるわけで、はい。まあもしこれを聞いてて、ああなんか自分確かに頂点になってたなと思う人がいたら、あ、まだ入っただけだと。ここからだと。まあいうことですよね。あ、もちろん誤解のないですよ。あのなんか勉強ばっかするのはダメよ。あの、大学行ったらよく学び、よく遊び、まあよく働き、まあ、働きしてもアルバイトなんでしょうけど。で、そのやっぱね、バランスも大事だけど、よく学び、自分の方向性が決まってるんだったら、それをちょっと4年間とか徹底して勉強するっていう経験は大事だし、その大学4年間結構徹底して勉強する、まあ、もしかするとそれが6年とかになっちゃう人もいると思うんだけど、大学院とか行くとね。で、中で、それをやってたことが10年後とかに、あ、あの時なんかちょっと他の人に流されずに歯食い縛って勉強してよかったかなっていうふうに、まあ思うんですよ。はい。まあだから今こうやって僕が言ってますけど、まあこうやって言ってることに、まあなんていうのかな、こう耳を傾けられるだけのアンテナが、まああるかどうかっていうところも含めて、ね、はい。まあ何か気づきになればなというふうには思いますけど、ね。はい。まあということですかね。はい。日付変わって3月3日の12時30分ということで。はい。田中一平のラジオ深夜便第10回。今日はこんなところです。